第7次長期滞在は国際宇宙ステーションへの7回目の長期滞在ミッションである。乗組委員はカザフスタンのバイコヌール宇宙基地から2003年4月25日22時54分にソユーズとママイナス2で打ち上げられた。ソユーズは2003年4月28日に ISS にドッキングし乗組委員は ISS を引き継いだ。第7次長期滞在の乗組員は 欧州宇宙機関のペドロデュケと共に2003年10月27日18時17分にドッキング解除し21時41分に地球に帰還した。後進艦のマイケル・ E ・ホッサムはヒューストンから乗組員のユーリ・マレンチェンコとエドワード・ルーに対して10月15日に中国人宇宙飛行士、ヨートシーを乗せた新州5号を運ぶ調整の打ち上げが無事成功した。 ことを告げた。これは本当に興奮するようなニュースだ。今夜、有人宇宙飛行を行う世界の国が一つ加わった。中国だと語った。まず、我々はそれを祝福したい。トルーは答えた。宇宙に行く人々が増えると、我々、すべてがより幸福になる。これは偉大な成果で、長期的には、すべての人にとって良いことだ。彼は中国語でさらに付け加えた。 宇宙へようこそ。安全な旅を。マレンチェンコも、これは中国の多くの人にとって偉大なことだ。彼らを祝福したい。と述べた。マレンチェンコトルーは以前に STS-106 のミッションでも一緒に飛行し、共に宇宙遊泳を行った。ありがとうございます。